岡山県庁を訪れたのは、駐日ウクライナ特命全権大使のセルギー・コルスンスキーさんです。岡山県内では現在、7世帯9人のウクライナからの避難民が生活しています。コルスンスキー大使は、これまでの避難民への支援に感謝を述べました。конструктивний прийом. Ми вчора весь вечір з Ділою Миколовими і з участю губернатора обговорювали конкретні проекти, і сьогодні ми це продовжимо. Так що я дуже приємно вражений цим. コルスンスキー大使は医療機材が足りないなどの現状を訴え、茨城知事は今後市町村に中古の救急車や消防車の寄付を呼びかけるなど支援を約束しました。それぞれの市が更新をするときにオークションに出すことが多いんだそうです。ほんの数万円で売られていると。ぜひ更新をするときにはこのウクライナに寄付をしていただきたいということをこれからお願いしようと思っています。この後大使は場所を変えて講演会を開き、地元経済界や教育関係者など50人にウクライナの惨状を映像を交え紹介しました。Мені дуже приємно, що є глибоке розуміння того, що відбувається в Україні, бажання допомогти. Україна прагне миру, так само, як Японія. І ми маємо разом спільно рухатись до цієї мети. 今回の訪問は岡山在住のウクライナ人の働きかけで実現したもので、講演会の後、大使は避難民など10人のウクライナ人と情報交換を行いました。